川端隆史は、静岡県宮津市出身の元プロ野球選手、コーチ、宇藤右内、小学3年生の時から野球をスタート。同郷の同級生である、牧田和久と増井博俊とは、後に、オリックスの外野手として、パシフィックリーグの公式戦で、合間見えている。東海大学第一中学校時代は、一番、保守で、3年時に、 全国大会ベスト8を経験。東海大相模高校への進学後は4番打者を任された。3年夏の神奈川大会で決勝まで進んだが、在学中には春夏ともに甲子園に出場できなかった。ちなみに当時の同級生であった原拓也とは後にオリックスでもチームメイトになっている。高校卒業後に国際武道大学へ進学すると、 千葉県大学野球リーグで2.3年秋に首位打者を獲得。リーグのベストナインに4回選ばれたほか、大学選手権では本塁打も放つ。4年時には大学日本代表として第35回日米大学野球選手権大会と第3回世界大学野球選手権大会にも出場している。大学卒業後に入社した JR 東日本では、 1>, 1年目の2007年春から外野レギュラーの一角を確保。2年目の2008年には第35回社会人野球日本選手権大会の優秀選手や社会人ベストナインに選ばれた。5年目の2011年には第82回都市対抗野球大会での優勝を経験したほか、第39回アイブフワールドカップ日本代表にも選ばれた。 在籍中のチームメイトに、トガメ県、島田匠、吉田一章、戸田良などがいる。2011年の NPB ドラフト会議で、オリックスバファローズから8巡目で指名。契約金2000万円、年俸800万円という条件で入団した。この会議では、トガメが埼玉西部ライオンズから1巡目、島田がオリックスから2巡目で指名。島田とは、 オリックスでもチームメイトになった。ちなみに、オリックスでは翌年以降も、JR 東日本から戸田、吉田、西野正宏を相次いで入団させている。2012年、新人選手から、投手の書いた友幸と共に開幕1軍入りを果たすと、3月30日に福岡ソフトバンクホークスとの開幕戦8回裏から、右翼手として1軍デビュー。 このカードを終えた後に一旦出場選手登録を抹消された。抹消後に11試合出場したウエスタンリーグ公式戦で打率295、10打点と好調だったことや1軍で正右翼手が決まらなかったことから4月21日の対北海道日本ハムファイターズ5回戦で9番右翼手としてスタメンで1軍に復帰。 この試合で一軍公式戦での初安打を放った。後に T 岡田が左太もも裏の肉離れで戦線を離れたことから岡田に代わる左翼手としてレギュラーに定着。聖パ交流戦では5月19日の対東京をヤクルトスワローズ戦で11回表に満塁の局面からの打席で 走者一層の決勝的自二塁打を放ったことによって、チームに交流戦7試合い目での初勝利をもたらした。さらに、5月22日の対阪神タイガー,アース戦では、一軍公式戦での初本塁打を、ランディメッセンジャーからの満塁本塁打で記録した。オリックスの新人選手による一軍公式戦での初本塁打が、満塁本塁打であった事例は、 阪急ブレーブス時代の1956年4月11日に、投手の米田哲也が記録して、以来56年ぶり。オリックスではこの試合で、一番打者として、スタメンに起用された入団2年目の宮崎裕樹も一回裏に、一軍公式戦初本塁打を先頭打者本塁打で記録したことから、同じチームで2人の選手が同じ試合の、初回先頭打者本塁打と、 万類本類打によって1、軍公式戦初本類打を記録という NPB 史上3例目のチーム記録も達成した。川端自体は6月に月間打率を140まで下げたものの7月には371、8月には340と副長。8月18日の対ソフトバンク戦から9月4日の 対イチバロッテマリーンズ戦まで十五試合連続安打を記録するとともに九月三日のタイ東北楽天ゴールデンイーグルス戦三回表の安打で一軍公式戦での安打数が通算百本に到達した NPB がプロ野球ドラフト会議を導入した九百六十五年以降に新人扱いで阪急オリックスへ入団した野手で入団1年目に1軍公式戦で シーズン100安打を記録した事例は、当時のチームメイトで2007年入団の大引き、刑事来3人目であった。9.10月には、月間打率が、176にとどまるなど、大幅に調子を落としたが、シーズン全体では、一軍公式戦1 2 5試合の出場で、パリーグの最終規定打席に到達。阪急時代の1985年に、 熊ヌテルミツが樹立した、新人野手としての一軍公式戦シーズン、通算安打数の記録に並んだほか、打率、266、日本塁打、6盗塁という成績を残すなど、最下位に低迷するチームにあって、古軍奮闘の働きを見せた。2013年、4月29日の対北海道、日本ハムファイターズ戦と5月9日の対ソフトバンク戦で、 東部支給を受けた影響で極度の打撃不振に陥った。6月には出場選手登録を2度抹消されたが、シーズン終盤の9月4日から1軍に復帰。1軍公式戦には74試合の出場で、前年より多い7投類を記録したものの、打率244、1本類打、16打点という成績に終わった。2014年。 一軍公式戦65試合の出場ながら、打率288に本塁打と復調。6盗塁を記録したほか、夏場以降の公式戦では、スタメン起用の機会が増えた。2015年、一軍公式戦56試合に出場。一軍で初めての三塁打を記録したが、本塁打を放てず、打率も239にとどまった。二千十六年、 7月31日の大西部戦で、プロ入り後初めてのサヨナラアンダを放ったが、シーズン全体では、一軍公式戦28試合の出場で打率、194と低迷した。2017年、一軍公式戦では、18試合の出場で打率、214を記録。シーズン終了後の10月28日に、球団から戦力外通告を受けた。もっとも球団では、 現役選手としての川端の実績や普段の練習態度などを兼ねてから高く評価。このような評価をもとに川端へに軍育成コーチの就任を要請したところ川端自身が受諾したため現役からの引退が決まった。2017年10月29日にオリックスの二軍育成コーチへ就任することが球団から正式に発表された。2018年10月15日 本人からの申し出により、同年限りで対談することが発表された。現役時代には、パンチ力のある打撃や、50メートルで、最速5秒97を記録した俊足を武器に、活躍した。特技は剣玉。オリックスの選手時代には、集中力が高まるとの理由から、リラクゼーションを兼ねて、剣玉を自主トレーニングに取り入れていた。ありがとうございます。